年も同じくなんですが、はい、昨日の晩ご飯を教えてください。昨日の晩ご飯は生姜焼き、はい、とサラダと、はい、あと、鍋。何鍋ですか？なんだろう、鶏？もうなんか帰ってくる頃には、はい、あの昨日も夜深夜帰ってきたのでお仕事で、はい、帰ってくる頃にはもうそのお皿に盛り付けられてるから、はいはい、正直何が何だか分かってなくて、私あんま料理詳しくないんですよ。やらないし詳しくもないから、もう美味しければ何でもいいんですよ、食べれれば。なんであんま鍋とかもあんま分かんなくて、はい、なんか大まか なんかすき焼きキムチ鍋とか分かるんですけど、はい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 、なんかこうちゃんことかになってると、はいはいはい、ちゃんこっていうのは分かるんですけど、はい、なんか塩とかあるじゃないですか。 ありますね、味噌とか。ああいう区別が全然分かんないです。でもね、やつなんですけど、はい、昨日の晩ご飯を教えてください。いや、前回一緒なんですよね。せいろの、せいろ蒸しのお店に行きました。お母さんと、お母さんが昨日誕生日 で何食べたいって聞いたら、はい、あの蒸した野菜が食べたい、健康的なご飯食べたいって言って、はい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 、じゃあそこ行こうって言ったら、たまたま両方とも前バカの前日。なるほどなるほど。っていうことに昨日あの食べながら気づいて急遽あの多分この間のご飯写真撮ったやつを、はいはいはい、あの送ってくれました。肉じゃがとパスタと手羽先とパパはお魚とかあったり。またでも本当にレイヤーも品数めちゃめちゃ多いんですよ。レイヤーもびっくりな。ありがたいです。お世話になってます。でもお腹いっぱいになるでしょ。いや、もう本当お腹いっぱいになるまで食べます。めちゃめちゃ食べます。そうなんだ。バイオ中昨日の晩ご飯を教えてください。は、新宿駅の小田おむすび、はい、あ、はい、合ってるんで駅のホームとかにある、はい、そうです、はいはい、おむすびっていう。おー、これはお味噌汁ですか？はい、お味噌汁とおにぎり2個と、はい、唐揚げとなんか、はいはい、なんていうのこれ、漬物、うん、一品が何個か、はい、なんか本当は甘いもの食べたかったんですけど、撮影があるので頑張って控えました、はい。お菓子食べたりとか。ああ、でも結構お酒も飲む派ですよね。そうなんです。なんで知ってるんですか。ちょっと。ですよ。甘いっぽいお酒飲んだりします、一緒に。あ、はい、なるほど。ほんまもんの酒飲みってそういう飲み方するって聞いたことありますよ。あ、そうなんですか。マヤバカパジャマ選手権。はい、ご感慨でです。VRT どうぞ。VTR。やってること俺と一緒やで。これ鍛えられるのかなって思って逆立ちを。さっきから何を言うてんの。昨日の晩ご飯を教えてください。昨日の晩ご飯は赤からに行きました。お、はいはい、鍋が有名。そうです、辛いお鍋屋さんで、はい、毎日のように食べてます。あ、じゃあ昨日も鍋食べたんですか？はい、昨日はお店に行って食べました。 あとウーバーしたりとか。はい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 。あ、結構辛いんですか？辛いの好きで。あ、そうなんですね。レベルもいつもマックスの10番にしてます。あ、選べるんですね。そうなんですよ、選べるので。そうですね、お肉とお野菜とあと揚げ、あの、はいはい、油揚げとか、はいはい、お豆腐とかも入ってます。え、お肉は何が入ってるんですか？豚バラとホルモンとあと肉団子も入ってます。あ、そうなんですね。あ、じゃあなかなかパンチありそうな。美味しいです、本当に、ね、おすすめです。なるほど。昨日の晩ご飯を教えてください。昨日の晩ご飯は牛丼でした。お、どこの牛丼？お母さんが作ってくれた牛丼です。はい、いいですね。今実家暮らしなので、はい、お母さんの料理を毎日食べてます。はい、他の売ってる牛丼って食べたことある？あんまりないんですよね。あ、そうなんですね。はい、多分でもお母さんの牛丼が一番美味しいと思いますよ。あ、そうですね。食べたことないですけど、多分それは一番ですよ。あ、料理はしないタイプですか？練習しよう、練習しようって言ってもう 2,3 年ぐらい経っちゃいますね。そうなんですね。はい、あ、ぜひぜひ牛丼の作り方はマスターしてみてください。はい、マスターします。はい、あ
愛乃です。おー元気目だな。 VTR どうぞ。めっちゃ狭いとこでやってるやん。おー巻いちゃったよ。やっぱ幅がね、足らないよな。俺もう前屈なんかも全然くすくない。これやもん。嘘だの晩御飯を教えてください。昨日の晩御飯はペッパーランチです。おーステーキですか。はい。あ、なるほど。ちなみに何ステーキ、何っていうの、何ステーキっていうの、何でしたっけ。普通のオーソドックスというか何ですか。あもう普通のビーフ、なんかもうシンプルなやつ、メインのやつ。あ、何グラムですか。150でしたっけ。あ確か。はい、まあ、大体それぐらいの。はい、大体それぐらい。パンじゃなくてお米っていう。お米派ですね。じゃあ、まあ、まあまあ、じゃあお腹いっぱいになる感じですよね。そうですね、結構がっつりご飯だけ。マヨ中。未来のスターを発掘せよ、薄毛治療の神話クリニックプレゼンツ第4回食毛芸人グランプリ。どうもインデペンデンスデイと申します。よろしくお願いします。人から紳士ですねって言われたいなと思いまして、紳士な人っていうのはレディーファーストを心がけてるの。重い荷物を持ってあげたりとかするんすよね。手ですよね。だいたい手なんだよそういう行為は。あ、そうなん。マヨ中。いつもの昨日の晩ご飯を教えてください。昨日は焼き鳥です。一人屋さん。あ、はいはい。もう結構飲むんやったっけ。あ、飲みます。焼き鳥といえばビールですか。私ビールが飲めないので、サワー飲めます。はいはい、あ、焼き鳥とセットでなんか2杯ついてる。おお、はいはい。あ、そうなんですね。ちなみに焼き鳥は何本セットになってますか。焼き鳥5本セットです。ああ、なるほど。あ、まあ、5本と2杯やったら、まあちょうどいいくらいか。そんなどのが減るでしょうね。お家帰ってからも食べるので食べました。はい、VTR ご覧ください。しかし無表情やな。ようこれ提出したの。昨日の晩御飯教えてください。昨日の晩御飯は11月収録の時にもう話したと思うんですけど、タラコパスタとミートソースで、あと一つ増えて、牛肉の炒め物がご飯にでした。あ、そうなんですね。前はダブルパスタだけあったもんね。そうなんですよ、増えました。増えました。で、完食した。しました。要は食べれるんや。でも買った時にグラム数がわからないってママ言ってたんですけど、はいはいはい、まあ、いいからそのまま入れちゃうなよって、はい、すんごい量だったんですけど、はいはい、ちゃんと食べました。しっかり食べました。そうですね。昨日の晩ご飯を教えてください。はい、昨日の晩ご飯はカレーです。買ったカレーと、見えますか、買ってきたカレーと、 あとおとっといお鍋作って食べたんですよ、はい、その残り。その一定の時間になると安くなるお店があって、バターチキンカレー。あ、バターチキンカレーなんです。美味しかったです。でも鍋も一緒に食べたらお腹いっぱいになるでしょ。意外とこれナンがちっちゃくって。あ、そうなんです。そうなんです。ちょうどいい頃合いでした。はい、お兄さんアンキーです、うん、はい、VTR どうぞ。いただきます。美味しい。美味しいで終わったらいいもの。美味しい。何ですかそれは。これはクマさん。後ろはないんだなって。後ろ見せて。後ろないんだ。本当だ。